POG2024 から25シルクホースクラブ追加募集場全頭チェック関東編ということでね、まあ、今回はまあシルクの追加募集、もうね、一応流してやっちまいたいというふうに思ってる次第でございます。まあ、追加募集ってことはね、正直なところ、まあ、2歳のこの時期にようやく売れる体制が整った。 まあ正直 POG 向けのね仕上がりの速さってものとは無縁かなって気はしてるんでねまあざっとやりたいと思いますというわけで募集番号78番スターリーステージの22牝馬父ロードカナロは母の父ディープインパクト募集価格4000万円で美穂海老名正義9者出産時の母の年齢が7歳母出産時の祖母の年齢が11歳おじにですね NHK マイルカップマイルチャンピオンシップを勝ったミッキー,アー・アル お母さん自身も参勝を挙げてるし、まあ、その前傾のミッキー・アイルなんかはディープインパクト3区で初めて国内の G1 を複数勝ったっていうね、まあ、歴史的名馬、あのディープインパクトの最初のま,あまともな後継種馬はっていうの、まあ、そんな感じなわけでね、まあ、名決っていうかね、実績のある品系ではあるんですよね。まあ、ただ、初号の品馬っていうね、それなりの弱さっていうのが出てしまっての追加募集送りと。 いうことになったんじゃないかなと思うとね、まあ、まあ、POG 的にはっていう感じだと思います、まあ。そして79番、コパカティの22、ボバ、父モーリス、母の父ハービンジャー、募集価格4千万円で、美穂森和とも社、出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、おじ、お母さんの弟に殺月賞を買ったジオグリフ、お母さんも2賞を挙げてるし、 皐月、まあ、賞を勝った品形、まあ、POG 向きの品形というふうに言えなかないんだけれども、まあね、あの追加募集だし、旧社も新規開業ということを考えると、やっぱり POG という観点からすれば非常に狙いづらいなという気はしてしまうところだと思います。そして募集番号80番、サラーブの22、ボバ、父モーリス。 母の父ルーラーシップ募集価格5000万円で美穂の黒岩旧舎出産時の母の年齢が7歳母出産時の祖母の年齢が9歳お母さんのお兄さんおじさんに、えー、と重症3床のシャケトラただねこのまままあやや晩生だったし3歳6月5月6月までの完成度ってことで言うとどうなのかなっていうところ、まあ、じっくり仕上げでいくっていう感じみたいなんでね、まあ、年内デビュー、まあ、できず そこがねできそうな順調度は今のところあるってことではあるのでまあ一口持ってね長く楽しませてもらうには良さそうですし黒岩先生といえばねまあ僕ら世代の、まあ、同年代の調教師でいえばね真っ先に受かった調教師の先生ですから、まあ、非常に優秀な調教師でね、まあ、こあのコツコツとやってはる先生なんでしこのねあの今回の調教師の中ではね 信頼度が高い部類ということになるんでね、まあ、一口、一口追加出資するんだったらこの馬かなみたいなところはあると思います、まあ。そして募集番号81番、リモニウムの22、ボバ、父ブリックスモルタル、母の父ハーツクライ、募集価格3000万円で、美穂高橋文正旧社、出産時の母の年齢が4歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、祖母カバートラブは G12 勝の、まあ、アイルランドのオークスパ。 だね、お母さん自身が初語の牝馬ってこともあって未出走に終わった馬でね、まあ、初語の牝馬であるが故のこうよ本質的な弱さの部分とまあ言うてま,あまともにいけばもっと活躍できたっていうね、まあ、優秀な DNA を受け継いでるって部分があるとすれば、まあ、このねお母さんが若いってのは逆に狙い目になりえるんでねまあこの馬の動き次第でこの下どう やって指名していこうかなっていうのまで含めて見ていきたい存在ではあると思いますそして募集番号82番カリンバの22キ馬父アドマイアマーズ母の父ルーラーシップ募集価格2400万円で見放の加藤隆之9社出産時の母の年齢が8歳母出産時の祖母の年齢が4歳祖母の前傾に重症2勝2着皐月賞のワールドエース祖母の弟にベルトライゼンデというねまあ 決闘なんですが、祖母自身は未出走馬、まあ、そこに、ね、ルーラーシップってことで、ね、万世の、ね、品系かなみたいに見えるところですが、まあ、案外ね、まあ、祖母の兄弟活躍しているりまり、まあ、狙い目の品系というかね、ね、まあ、品系自体には、まあ、筋が通っているんで、チェックの対象にはなり得ると思います。まあ、そして募集番号83番、グリューネワルトの22、牝馬。 父、レイデオロ、母の父、スペシャルウィーク、募集価格3500万円で、美穂の竹井良久者。出産時の母の年齢が15歳、母、出産時の祖母の年齢が8歳、おじ、お母さんのお兄さんにですね、デイリー杯2歳ステークスを買ったチェーンバルト、この馬のお姉さんにですね、重傷2勝のディアンドル、まあ。ディアンドルもね、青いステークスを買っていたりして、まあ、短めの距離で、 まあ、POG 期間内からの活躍が期待できる品系というふうに言えると思います。まあ、グリールドのね、ラストクロップになってしまう15歳児の産区、母高齢っていうのは若干気がかりではありますが、まあ、今回のね、調教師の顔をざっと見ても、まあ、同い年のね、武井,井亮調教師と黒長、黒岩陽一調教師のところがね、まあ、同じ年齢の1位。 免許持ちというあたりで、まあ、最近のね成績の安定感でも一つ,つ抜けているかなということでね合わせて注目をしておきたいと思いますそして募集番号84番「町金玉葛」の22「金馬父フィエールマン母の父キングマンボ」募集価格2000万円で美穂の青木急車出産時の母の年齢が19歳母出産時の祖母の年齢が8歳お母さんはクイーンカップ3着の活躍馬で お,ばお母さんの妹にですね、アーリントン・オークス2着のスイートフローです。ただね、この辺、重症を勝ち切れてない品形というふうにも言えてしまうんでね、母19歳児の3区となってくると、まあ、POG 向きの安定感というと微妙なところ、ただね、それぞれ重症入着はがね、あの何回かあったりするんでね、あのおばさんの方も。まあ 安定して長く走ってくれそうだみたいなところはあるんで、まあ、多少チェック対象にはなってくると思います。まあ、そして募集番号85番、インファルターメの22、ボバ、父アメリカンファラオ、母の父イコールストライプス、募集価格5000万円で、美穂の大竹9車。出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんはアルゼンチンの G1 馬でね、まあ、新手のアルゼンチン血統という点で、非常に注目度は高いところ。 持ち込み場ってなるとね、やっぱりこの馬も仕上がりが遅かったのかなみたいな感じではありますが、まあ、日本への、ね、適性も含めて、まあ、アメリカンファラオなんかな初年度、ダートで、ね、いきなり活躍していた通りというようなところで、まあ、活躍馬を出している決闘ではあるので、まあ、これもね、まあ、どんぐらいの進捗で来るかというのは、しっかり見ておきたいところだと思います。まあ、以上ね、今回は8と紹介してみました。以上、8でした。